こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの一冊です。子供が読書に夢中になる魔法の授業、これは非常におすすめで、子供に限らず全ての人に読んでいただきたい一冊、個人的にということなんですけれども、このどうして本を読めばいいのかということが、とてもよくわかりまして、じゃあなぜ子供が本が嫌いになるのか、どうすれば本が好きになるのかということが、全てわかりやすく書かれているんですけれども、この本から一番ご紹介したいのは本を読む人の10の権利というものが紹介されていまして、これがぜひぜひ皆さんに知っていただきたいことなので、そのうちの、10個のうちのいくつかをご紹介しておきたいと思います。まず一つは本を読まない権利、そしてページを飛ばす権利、途中でやめる権利、何回も読む権利、そして何でも読んでいい権利、どこでも読んでいい権利、いろいろ拾い読みしていい権利、そして本の世界にはまる権利、本にはまっていい、本の世界にはまっていい権利ということが紹介されています。ぜひこれは読んでいただけるといいんじゃないかなと思います。以上です。ありがとうございます。